アカリンダニは、ゲダニアモクホコリダニカのダニである。ミツバチの体内に寄生することで知られる。メスの成虫の体長は、約0.143から0.174ミ、mm、リメートル。体幅は、約0.077から0.081ミ、mm、リメートル。オスの方が小さく、成虫の体長は、約0.125から0.136ミ、mm、リメートル。体幅は、 約0.060から 0.077mm と、ダニ類の中で最も小さい部類に入り、人間が肉眼で目視することは、不可能である。表皮は柔らかく、長い剛毛が、まばらに生えている。雲の仲間で8本の足を持つ。アクラプシス・イクスターネスやアクラプシス・ドーサリス等の、種と外見が似ている。アカリンダには、バチの胸部第一気門から伸びる、期間内に侵入し、 繁殖する。頭部や腹部の機能に侵入する場合もある。規制の対象となるミツバチは、日霊9日以下の若い生チだけで、幼虫や成熟した成虫からの発見例はないとされている。幼虫、成虫ともに、鬼門壁に先行し、臨パ気を吸収することで食料を得る。多い時は、鬼門の一箇所に70匹前後の赤リンダニが密集するため、 蜂の器官は閉塞してしまう。それによって、飛翔筋への酸素供給が滞り、発熱能力や飛翔能力の低下や、飛翔筋そのものがダメージを受ける場合もある。寄生されるだけで死に至ることはないが、寿命が短縮することが実験によって確かめられている。赤ダニの寄生率が30%を超えた蜜蜂の群れは、越冬するためのシステムが崩壊して全滅する。 危険性が高くなるという報告もある1921年にイギリスで初めて発見されたアカリンダニはその後ヨーロッパをはじめとして世界各地に分布域を拡大している日本でも2010年に野生の日本ミツバチからアカリンダニが発見され2015年現在関東中部地方から九州へと報告地域が拡大している産来可能なメスは ミツバチの第一気門から侵入し、約一週間後に平均6個前後を産卵する。産卵期間は3から4日で、卵は幼虫期、若虫期を経て、オスは11日後、メスは14日後に成虫となる。成虫となった赤リンガニは、期間内で交尾を済ませ、体外へと移動して、蜂の体毛を登り、次の蜂に乗り移るために待ち構えの体制に入る。 宿主の鉢が別の鉢と接触した際に乗り移り、次のサイクルへと入る。ありがとうございます。